どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。前回の動画でですね、僕の失敗談をシェアさせていただいたんですけど、それに対して僕はですね、いやお前の失敗談なんてどうでもいいわっていうツッコミが入るかなって思ったんですけど、蓋を開けてみたらですね、もうみんな本当にあったかいコメントいただいてまして、わかるわかるとかですね、 iPhone X 楽しみにしてるよとかですね、なんかもう視聴者さんに恵まれてるなっていうですね、ありがとうございます。はい。で、今回はですね、前回の告知通り、こちらのですね、MacBook の13インチ2017年モデルをですね、ちょっと、レビューをしていきたいと思います。ただレビューするだけじゃなくてですね、僕なりのシェアなんですけど、12インチ僕前使っていて、で、12インチだとちょっと動画編集足りないよっていうシェアになります。はい。ちょっとその前にですね、よいしょ。はい。こちらがですね、僕の今のデスクトップです。はい。何もないっていう。これがミニマリズムですね。はい。いつも通り何もないんですけど。で、このラウンジパッドも、非常にシンプルと。はい。いうことで、はい。やらせてもらってます。一応ここはちょっとお見せしとかないとと思って。はい。で、僕が買ったのがですね、スペースグレーモデル。で、スペックがですね、はい。スペックがですね、2017年のモデルで、プロセッサーが Core i5、メモリが 8GB、で、グラフィックスが640ということで、はい。こちらをですね、買いました。うん。スペースグレーにしたのが、アメリカに住んでいる、その先輩、というか僕は尊敬してる人がいるんですけど、その人が日本に来て、で、セミナーやって、僕はさ、それに参加した時に、これを、使ってたんです。この色を使ってたんです。なので、色を真似したみたいな、単純に真似っこですね。はい。で、タッチバーモデルじゃないです。はい。タッチバーモデルにしようかなとも思ったんですけど、やっぱ、目新しさっていうのは確かにあったんですけど、いざ使い続けるってなった時に、絶対使いづらいなと思って、はい。タッチバーモデルではしませんでした。うん。で、じゃあ、ここからちょっとタイトルにあるように本題なんですけど、僕ですね、MacBook 12インチで動画編集満足にできるのかなっていう、いろいろ買う前にネットで調べてたんですけど、やっぱあんま情報がないように思えたんです。なので、とりあえずじゃあ買ってみるかっていうことで、MacBook の12インチゴールドで M5 ならいいかっていうので買ったんです。そして、僕普段こう 1080p の60フレーム、これ分かる人だけで、分かる人とか聞いていただければいいんですけど、 1080p の60フレームで、その書き出しをしてるんですけど、そうするとだいたい20分から25分ぐらいかかります、書き出しに。で、その時間をですね、早いと思うか遅いと思うかって言ったら、動画編集してる人の中ではめっちゃ遅いんです。はい。しかも5分の動画ですから。だいたいそんなものは、書き出しに5分ぐらいあればいいんですけど、5分ぐらいじゃなきゃもう遅いなっていう感じなんですね。で、僕、これから毎日、ブログスタイルということで、毎日動画を投稿していくつもりなので、その5分じゃなくて20分、その差ですよね。15分の差。が365日分どん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 ってきたら相当な時間になっちゃうなと。その時間を他の時間に費やせば、コンサルセンサーに連絡したりとか、取引先に連絡したりとか、あとはその YouTube のネタを考えたりとかやれば、相当有意義になるんじゃないかっていうふうに思ったので、今回ですね、ちょっとスペックアップをしました。はい。じゃあ MacBook 12インチの Core M7。で、動画編集したらどうだったんですかっていうふうに、思うと思うんですけど、それでもいいと思ったんですけど、グラフィックスがですね、やっぱりプロの方が高いんです。うん。メモリのその 8GB、16GB だけじゃなくて、そのグラフィックスにもその動画編集の速さっていうのは決まってくるので、やっぱりプロ13インチ、やっぱプロで13インチの方が、僕はいいかなと思って。はい、買っていました。じゃあ実際ですね、12インチと13インチのその比較動画見せてくださいよっていうふうにですね、もちろんあなたは思うと思います。
なんですけど、今12インチのゴールドはですね、大阪にいる次のオーナーの元へ旅立ちましたし、このですね、Apple ID の二段認証のところで今僕つまずいてまして、アプリを全然ダウンロードできないという感じでですね、なので、まあ、ノー編集でアップしてるわけなんですけども、はい、まあそんな感じでありますので、まあ、またですね、その、じゃあ実際、僕の場合ですね、書き出し時間にこれぐらいかかりますっていう、まあ動画撮れたら、ちょっとシェアをさせていただきます。はい。まあ需要があるかどうかわからないんですけども、はい。一応シェアさせていただきます。はい。まあこんな感じですね、まあミニマリストやってるので、重くなっちゃうのはちょっと、いただけないなっていうか、そういうのは正直あります。なんですけど、やっぱりこう仕事で使うものなので、やっぱりその仕事で使うものには生産性を求めた方がいいなということで、まあ多少重くはなりますけども、僕は今回ちょっと生産性の方を取ってみました。はい。今ですね、カバーをつけています。こうかな。はい。こんな感じで、カバーつけると、まあ、このカバーが半透明なので、先ほどのちょっとスペースグレーじゃなくなっちゃいましたけども、はい、こんな感じで、まあこれからですね、この、MacBook Pro と一緒に生活をしていきたいと思います。これで生産性がググンと上がると思いますんで、はい、最高です。でですね、ちょっと話が変わるんですけど、あのフリーテルさん、4日かかりますよって、予約番号を取るのに4日かかりますよって言われてたのに、なんとですね、今日来ました。はい。昨日の今日で来ました。というか、予約番号発行っていうボタンをポチって押したら、すぐ来たみたいな。あれ？4日じゃないの？って逆にこう拍子抜けしたんですけど、まあラッキーです。ラッキーです。ということで、明日はもしかしたら iPhone X のレビュー動画、できるかなっていうふうに思いますんで、ぜひ楽しみにしていてください。もしくは、いやいや、ミニマリスト動画、楽しみにしてますよっていう人はですね、ミニマリスト動画、聞きたいんですけど、っていう方はですね、ぜひそういうコメントしていただければなというふうに思います。まあ、DIY 動画やったりとか、まあいろいろやってるわけなんで、僕の視聴者さんもタイプ、趣味が、いろいろ、分かれてきました。はい。なので、いろんな方にですね、響く動画をちょっと作っていきたいので、まあ、いろいろですね、コメントをください。はい。ということで、今回はこんな感じですね。面白かったです。ためになりました。それでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと教えていただければ大変嬉しく思います。はい。動画編集したいなら、MacBook 12インチよりも、13インチ Pro を最低買ってください。というお話でした。はい。ありがとうございました。また明日。